はい、こんにちは、佐々木です。今日はですね、iOS7、新しい iPhone のね、OS になるんですが、そちらの方がアップデートしましたので、ご紹介したいと思います。じゃあ、とりあえず見ていただきましょう。はい、ただいま、iOS7 にアップデート中でございます。お、入りましたね。お、開いた。ハローという文字が出ました。設定完了しました。ようこそ iPhone へと入っております。 OK、 来たー、来ましたね。はい、 iOS7 の画面になります。これからちょっとね、使ってみたいと思います。はい、これがトップ画面になりますね。結構こう見る角度によってね、ちょっと分かりづらいと思うんですけど、ちょっとね、これ奥行き感がある感じに映ってるんですよね。はい、じゃあちょっとね、ロック解除してみましょう。はい、こちらの方がパスコード入力ですね。はい、こちらの方もかかってますよね。ちょっと立ち上げるところ見てみていただきましょう。はい、はい、出ました。これがね、iOS7 の画面になります。まあ、アイコンがフラットになったりとか、結構ね、アイコンがね、結構みんな変わってるんですよ。で、ちょっとね、iOS6 と比べてみますね。白の iPhone が iOS6、黒の iPhone が iOS7 になります。で、アイコンの並びは、同じ。ように並べてありますので、まあ、比べてください。上からね、カレンダー、時計、天気、リマインダー、設定、アップストア、写真、それからカメラと、これだけね、アイコンがデザインが変わっております。特徴的なのはですね、この時計のアイコンなんですね。 iOS6 はもうこのはめ込みというか、もうそのまま、絵の状態のアイコンなんですけども、こちらちょっとね、アップで見ていただきましょうか。ほら、動いてるんですよね。この秒針も含めてちゃんと今のその時刻をちゃんと表示してくれると、ね、面白いですよね。はい、はい、じゃあちょっとね、天気を立ち上げてみましょうかね。はい、はい、こんな感じで、今日の東京は24度ですね。で、後ろの背景も青い空と白い雲に出てますけど、まあ、その天気の状況をこうアニメーション、雲とかもね、これ微妙に動いてるんですけど、まあ雨とかも多分降ったら、その雨のね、アニメーションが多分流れる。まあそういうお天気アプリ自体ももうね、すでにあると思うんですけど、まあ、それが標準でこのような形になっております。じゃあ次、電話のアイコンをしてみますね。はい。はい、こんな感じの。パネルになっております。まあ、とてもシンプルでね、僕的にはすごく好きなデザインかなと思います。はい、次ですね、次サファリ。はい、で、変わったのはですね、この上のこの検索のところなんですけど、前のやつはこうアドレス入力するところと、あとその文字入力するところで2つに分かれてたんですが、まあ、それが統一されました。はい、MacOS とね、同じような形ですね。まあ、こちらの方に文字を入れるのに、アドレスを入れるなりすれば、そのまま表示してくれますよというやつですね。はい、で、ブックマークと、通常は通りあるんですけども、この右下のマークを押してみます。はい、こんな感じ。カバーフローのようにね、これね、サイトの履歴なんですね。で、先ほどのサイトもうちょっと見たかったなって言ったら、これをタップしてもらうと、こうやって出てきますと。で、また探したいときはもう一回押すと、こうやって出てきます。これとてもね、扱いやすいですよね。はい、横にしてもこんな感じ。縦スクロールは変わらないですね。はい。それとですね、あとフォルダーもデザインが変わりました。通してみます。はい、
こんな感じで、今これ9個出てますけど、まあ、9個以上入っている場合はスクロールするとこう横スクロールすると出てきます。こういう感じで、もう一回やりますよ、はい、で横スクロール、ね、こんな感じで出てきます。はい、あとですね、一番トップ画面、今までだと、トップ画面のさらにもう1ページ、あの検索する、この iPhone の中の検索する画面があったと思うんですけど、それがなくなりました。もうこれ以上いかないです。でどこ行ったかというと、この隙間をピョッとやるとね、出てくるんですね。あの探したいアプリとかね、iPhone 内のものが検索、これ出てきます。はい、こんな感じ、ちょっと、ね、出てきます。はい、で通知センターですね、まあ、これは今までもありましたけども、上からスッとやると出てきます。で、あの今日の予定だったり、まあ、株価とかね、あと、まあ、メールが入ってたらメールの表示がされてたりとか、ここで全部見れますよね。はい、で、まあ、今回の目玉というのはですね、コントロールパネル、これはあの下の方からスクロールします、はい、こんな感じ。ちょっとね、上から見ていきましょうか。はい、左から、機内モード、 Wi-Fi、 Bluetooth、 お休みモード、あと画面の縦横のねロックボタンですね、まあ、だから、この状態から2アクションで、例えば Wi-Fi オン、オフ、Bluetooth オン、オフということが可能になります。これ簡単ですよね。はい、で、その下がですね、これは液晶の明るさを調節するバーになっております。はい、で、その下がですね、これ音楽ですね、音楽の再生、スキップ、あと、まあ、音量調節。で、その下がですね、エアドロップ、これまだ僕設定してないんですけれども、例えば、写真とかね、あ、その写真欲しいんだけどといった場合に、このエアドロップを使えばこれシュッと送ることができると、まあ、とてもね便利な機能だと思いますので、これは結構ね、うん、皆さん使えるようになったら楽しいと思いますよ。はい、はい、で一番下こちらがですね、左の方からこれライト、ね、ライトのオンオフ、あと次が世界時計ですね。はい、こんな感じで、次電卓、はい、電卓のねデザインも変わりました。こんな感じですね。はい、で一番最後がですね、これがカメラの起動のボタンになります。でカメラの方は、4つ項目があって、ビデオ、写真、スクエア、パノラマの4種類になっております。でどのように変えるかというと、スクロールですね。で一番左側にあるのがビデオで、次が写真、まあ写真の方が若干広角に撮れるようです。で次がスクエア、まあこうインスタグラムのようにですね、正方形の写真ですね。で最後がパノラマモードという感じになっております。でこうやって変えることができます。はい、まあ扱いやすいですよね。はい、で結構ね、アップデートするとですね、まあ、使えないアプリとかできてきたりとか、対応していなかったりとかねするんですけど、まあ僕今これ 2,3 日使ってるんですけど、今のところ動かないアプリっていうのは出てないですね。まあひょっとしたらあるのかもしれないですけど、まあ僕が使ってる中では、大丈夫ですね。まあ例えばこの YouTube のアプリだったりとか、これもね、ちゃんと川細工ですね。はい、こんな感じで動きますね。何の問題もございません。はい、とてもね、UI としてはとても洗練されてて、うん、扱いやすいなと思いました。うん、どうでしょうかね。いい感じではないでしょうか。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。
一足先にですね、iOS 7の方ですね、アップデートさせていただいたんですが、まあ、これはあのデベロッパー登録 iOS のね、開発者登録をした人が、まあ、こうやってアップデートできるわけなんですけど、まあ、1年間で8400円だったかな、の登録料は必要になりますけれども、あの開発者登録をすると、iOS 7が使えるようになります。はい、で結構デベロッパー登録が結構ね大変だったんですよ。 Apple ID に漢字が含まれてると要はアクティベーションできないっていうことを僕は知らなくてですね、あの普通に Apple ID の名前登録が普通に漢字だったのそのままで登録してしまったんですね。そしていざあのそのデベロッパー契約で、アクティベーションをしようとした時にこうエラーになってしまってね。でそこから結構あのサポートセンターにこうメール、最初はアメリカの方につながってたんで、もうあの僕はもう英語なんかできないですけど、一生懸命こうね翻訳をしながら拙い英語でですね、まあ、事情をメールでね送ったりとか、してただあのアップルってすごいなと思ったのはもうレスポンスがすっごい早いんですよ。最終的にはもうこちらが頼んでなくてもちゃんと日本語のメールが来ましたからね。まあ多分こうアメリカからそっち行ってね、日本のサポートセンター行って多分そっから来たんだと思うんですけど、あのすごいレスポンスが早くて、で電話も最終的にちょっとしたんですけど、とてもね丁寧迅速でね、あの、まあ、素晴らしいなと思いました。はい、まあちょっとねあのお金はちょっとかかってしまいますけど、まあ、興味のある方はですね、デベロッパーの方ですね、あの登録していただけるとですね、あの iOS 7の方が一足早く使えますので、まあね、わざわざ、まあ、どっちみちあと、ね、9月には無料でアップデートできるようになりますから、まあ、そこまでね、まあ、待てばいいだけの話なんですけども、まあちょっとね、新しいもの好きとしてはですね、あの、まあ、ちょっと今回我慢できずにですね、登録をして、一足早く iOS 7をね、使っております。まあ、参考になればね、いいなと思っております。ということで、iOS 7の紹介をね、させていただきました。ではまた。バイバイ。